しょ。今日はですね、ドッジボールのクラブイリニスピリッツさん、場所はこちらは、入新井第二小学校、ね、早口言葉のような名前なんですが、聞こえますか？あ、ちょうどさっきねホイッスルがあって、みんな子供たちがちょっと休んでるタイミングかな。うん、行ってみましょう。メラ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 ってやったら倒さないよね。イエーイ。ということでね、今日はよろしくお願いします。お願いします。いいね。若者のパワーもすごい。コーチ、はい、みんなね、パワーすごい。アルマの話伝わりますか？はい、はい、もう見えてると見えます。これわかるよ。これものすごい滝のような汗でしょ。もう下のタンクもびっちゃびちゃです。本当にね、頭の方からパワーもらいましたけども、はい、リンスピーツ早速ちょっとね、コーチにインタビューしたいと思います。はい、まずは簡単に自己紹介お願いします。はい、リンスピーツの、チーム代表兼コーチをやってます、陣内です。陣内さん、はい、よろしくお願いします。お願いします。いやー、陣内さん、すごいね、バイタリティが。そうですね、だってみんな授業終わった後にはやってるんでしょ。そうですね、これもうマンゴーバクバク食べるだろうね。どんどん体大きくなって、どんどん熊入っちゃって。そうです、素晴らしいなー。あの、まずね、はい、その言うならイリスピーツの結成されたのはいつですか？どれぐらいなんですか？結成したのは2015年の4月なので、2021年で6年目になります。じゃあずっともう代表兼コーチ。はい、そうです。
ああ、じゃあもうね、生徒を手伝って。はい、そうです。まあ、さっきも OB もね、OB になっちゃうね。はい、そうです。素晴らしいですね。なるほど。メンバーの在籍人数。はい、今、およそ30人前後になります。30人。例えば体験もね、したいとかっていう感じですか。そうですね、はい、毎週のように一応体験も来ていただいて。毎週のように素晴らしいですね、明日が伝えますね、素晴らしい。あとですね、普段の活動内容とか、スクールの詳細、はい、お聞かせいただければと思います。当チームはですね、月曜日、火曜日、木曜日、金曜日、土曜日、と水曜日以外、ほぼ毎日活動していまして。コーチ大丈夫ですか？はい、一応私の方で一応教えさせてもらってます。え、それを言ってしまえばもう土曜日以外、水曜日以外、ね、水曜日以外はコーチこの辺にいるんです。そうですね、大体この辺の、もしくは近隣の小学校と中学校。だからみんな上手くなるんだよ。球のね、スピードがものすごい速いもんね。ありがとうございます。さっき4年生65キロも走ってるって言ってた。びっくりしましたね。すごいな。わかりました。もうね、これはもうみんなが体験して分かってると思うんですけども、ね、コーチの明日から伝わっていると思うんですけど、はい、ドッジボールの魅力ってね、はい、コーチ、ちょっとぜひお願いします。そうですね、ドッジボールはボール一つあれば、どこでもできるようなスポーツなので、私どもがやってるのは競技ドッジボールであって、JTBA という協会、日本ドッジボール協会に所属してるので、ちょっとルールが細かくあるんですけども、小学校とか学童のドッジボールであれば、もう本当公園でもボール一つあれば足で線引いてできるようなスポーツなので、本当どんな子でもできるいいスポーツだと僕は思います。確かにね、シンプルだけど奥深いですよね。あと動体視力とか、そうですね、反射神経がすごい備わってくる。そうですよね。なるほど、面白い。このね、イリニスピリッツ、どんな方に参加してほしいですかっていうのあります？はい、うちは小学校のチームなので、基本的には小学生全般なんですけど、特に男の子だけじゃなくて、女の子のチームもありまして、桃色スピリッツという形で活動させてもらってるんですけど、あら、はい、このイリニスピリッツの女の子たちで作るチームで、なので女の子たちもぜひ元気よく参加してもらえたら嬉しいなと。なるほどね。この桃色スピリッツ、はい、桃色スピリッツと3人がいるんですか？今はですね、当チームで6人ですね、メンバーと、あと他のチームからも来ていただいたりとかして、今活動はしていますね。すごいな。ちょっと個人的にも気になるんですけども、はい、この活動としては練習だけではなくて、はい、もちろん試合もあると思います。はい、試合の時のね、ざっくりとした戦績というか、はい、どんな感じなんですか？一応ですね、昨年度はイリニスピリッツとして、男女混合の部では、関東大会に出場させていただいて、女子の方の桃色スピリッツは関東大会と全国大会を通じていただいて、全国大会はベスト8を、すげえ、すごっ、はい、頑張ってくれたね、子供たちが。すごいですね。でも監督の教えもね、コーチの教えもあってのことだと思いますよね。僕はほとんど何も教えないので、基本的なことしかやらないので、はい、こんな感じ優しく話してますけど、さっきねちょっと違ったんだよ。ちょっと厳しく激飛ばしてるんですよ、ね、ピシッとしてみんなね、男の子たち、女の子たち、ピシッと聞いてる。でもね、優しい。そしてどっちもでかコーチうまい。決定出ましたね。素晴らしいですね。そんなこんなでね、最後はそうなっちゃうんですけど、はい、世界中でね、さまざまな方々が大谷TV見てくれてますので、はい、ぜひね、コーチから視聴者にメッセージをお願いします。わかりました。当チームはですね、先ほども言った通り、ほぼ毎日のように活動しています。ただ強制練習に参加ではなくて、来れる曜日に来ていただいて練習してもらうっていう、本当に子どもたちがやりたい時にドッジボールをやれるっていう環境を目指していまして、その中で大会で勝ちたいとか、うまくなりたいって子はより来てもらうような感じでやっています。なので楽しみたいってだけも全然 OK。 うちで大事にしているのが礼儀であったりとか挨拶をとても大事にしているので、もしちょっとその声が出ないなっていうことか、荷物の整理ができないってこう来ていただければ、その辺も私だけじゃなくて子どもたち自身が教えてくれるので、その辺も学べていい環境になれるかなと思っています。素晴らしいですね。親御さんがね、誰一人いないんですよ。そうです、これいい意味で預けれるっていう。あ、そうですね。そしてスポーツ一つのことに夢中になって頑張ろう、そして汗を流しながらもみんなで励まし合って讃え合うっていうね、この環境がものすごくさっき見て分かるんですよ。ありがとうございます。素晴らしいですよ、はい、本当に。そしてね、水曜日以外練習してる、はい、誰かしら友達がいる。そうですね、しっかりこう夏でも冬でも秋でもいつでもね、汗を流してみんなでね頑張れるっていう、これいいです。
すごいな、感じてますよ。はい、ありがとうございます。じゃあもう最後のメッセージいっちゃいましたけども、はい、どうやってこちらに入会したいとか、はい、入部したいとかね、体験練習したいんですけど、参加したいんですけどっていう場合、どういうふうに連絡すればいいですか？近隣の小学校であれば、うん、おそらくうちのチームのチラシとかが貼られてたりとかするんですけど、もしくはない場合は、Facebook 等でチームの活動ページがあるので、そちらから連絡いただければ、はい、もういつでも私の方に対応させていただきます。じゃあちょっと興味持った皆さんね、はい、ぜひ大変来てほしいですね。そうですね。コーチ、今日はありがとうございました。ありがとうございました。もうちょっと練習していいですか？はい。やった！よろしくお願いします。はい、お疲れ様です。かわいいね。イリニスピーツのキャプテンとね、副キャプテンかな。早速ちょっとね、お話を聞いていこうと思います。まずは、キャプテン、お名前、何歳ですか？学年お願いします。村石夏葉です。小学6年生の12歳です。6年生12歳。はい、お願いします。村石夏葉です。11歳です。小学5年生です。5年生ね、6年生、5年生だね。OK。ドッジボールはいつから始めましたか？1年生の4月頃からです。1年生の4月 ?1 年生の4月って言ったら1年生小学校に入学してからすぐじゃないか？じゃあもう6年近くやってるのか。すごいね。どれぐらいやってるの？2年生の9月頃からです。おー、長く頑張ってんだね。そこ怪我とかしなかったら大丈夫か？しました。した。はあ、まあでも怪我もつきものだけどな。でも怪我しながら頑張ってんだな。OKOKOK。次、ドッジボールのどんなところが楽しいかな？男女とか関係なくチーム一丸となってドッジボールができるところがいいと思います。スラスラ言いました。セリフ覚えてたのか君は。素晴らしいですね。どんなところが楽しいかな？誰もがやったことがあって楽しくてチームみんなで協力してプレーできることができるところです。ハルマよりもセリフが上手い。素晴らしいですね、君たちは。はい、次ね、ここね、この動画を見ている皆さんにメッセージをカメラに向かってお願いします。大阪 TV なんだけどね、世界中のみんなが見てるぞ。みんなが見てるぞ。お願いします。ドッジボールが苦手な子はぜひ私たちのチームに入って一緒に上手くなりましょう。ぜひ体験に来てください。素晴らしい。お願いします。イリニスピリッツのコーチや監督はドッジボールの技術だけでなく礼儀のことなどを教えてくれるので、もしドッジボールに興味があったらイリニスピリッツに来てください。素晴らしい。みんな、イリニスピリッツ来てください。手振って手振って来てね。ぜひイリニスピリッツに来てください。来てください。バイバイ。あ、オタク TV です。 YouTube の登録とインスタのフォローもお願いします。お願いします。お願いします。